恋愛や性の価値観をディープに話せる出会いの場対話の仕組みづくりをしたいセキュララカードの藤原さやさんですよろしくお願いしますお願いしますえっとセキュララカードの藤原です私たちは100番地に去年の4月に入居しましたよろしくお願いします 私の自己紹介からなんですけれども、えっとセキュラーカード代表の藤原さえと申しますえ。京都出身でアメリカの大学に進学してました、でそれまではダンサーとして活動していてで、大学の授業でオーガズムギャップという男性のオーガズムが女性よりも何倍もあるっていうのが世界共通であるっていうのにめちゃくちゃ衝撃を受けて、そこからジェンダー問題に関心を持つようになりました。で今はセキュラカカーードドを制作していいますでそのカードについては ででなんですけれどもこれは一枚一枚お題が書いてあるお題カードで、えー、とカップル用とフレンズ用に分かれててあの学校で学びたかったことはとかお葬式でどんな言葉をかけられたらい,いとか真面目なあの内容もあればより良いパートナーシップを築くためにはどんなことをしたらいいと思うとか、えー、理想の デートはどんな感じとか恋愛の話も入ってます。どちらも相手との距離を縮めるためにあその目的でやってます。で、これを作ったなんでそんなカードを作ったかと言いますと、あの一言でめちゃくちゃ過去の恋愛が苦しくて作りました。あの人とデートをしたりとか付き合う中で、あの 嫌われたく思い,いと思われたくなくて真面目な話できないとか否認して欲しくても伝えられなくて自分を責めちゃうとか結構しんどい時期が長くありましたでそこで友達とかにアドバイス求めたんですけどみんな一言で相手とのコミュニケーションが大事だからってめちゃ言うんですよね口を広あの口を揃えてでそんなことは私でも分かっていてあのその方法が分からないその実践ができない いけないから私はこんんななににずっっっとと苦しみ続けてるんだと思ってるだ思何にも役が立たなかったかわけです啓発してもしゃあないと思ってました。であの人間関係とか恋愛関係ってすごく人間のメンタルをボロボロにするものだったりするのになんでここで私はずっと傷ついてるんだろうと思ってあのそれでそこから何かいい方法はないかなっていうのを考えてました。 でそこで思ったのは、えっと、友達でも恋愛でも関係を作っていくことはすごく大事なのにあまり学んでこないその出会いとか結婚するっていうサービスとかは溢れているのにそこから関係構築についてのサービスとかアプリはあまりないなっていうことです。 でえっと、私の両親も結構仲が悪かったりとか友達も恋愛に悩んでる人めちゃくちゃ多かってこの問題はま多分自分だけじゃなくて結構社会の構造の問題じゃないかっていうのを思いましたでコミュニケーションは大事って分かりながらその実践を実際に落としていく過程がないとそのままになってしまうなぁと思ってました でそこでまず海外事例について調べました、まあ、自分がアメリカに行ってたっていうのもあるんですけど日本よりもはるかに欧米は対話が大事っていう認識と実践が広がりつつあって私のアメリカの友達でもパートナーと問題があったらもうカップルカウンセリングに行くよっていう人が半分ぐらいいてそのぐらい対話で解決しようとする流れが来ていましたであとはカウンセリングだけではなくて関係のためのアプリとかゲームもすごい充実していてえっと それが結構驚きました。で日本で というかアジアの文化ではやっぱり対話っていうよりも察する文化がまだまだ強いのであの男女も対等でなければどちらかというとあの空気でなんか流すとかそこまで言葉を使わないっていうのがあると思うんですけれどもそれでみんな幸せだったらいいんですけどそうではなさそうっていうことで、えー、とカウンセリングはちょっと敷きけが高いっていうのでまずはちょっとゲーム感覚で対話につなげれるものだったらいけるんじゃないかなっていうのでカードの制作を始めました。 でどうやって作ったのですが、えー、っとまずは友人カップル20組ぐらいに検証させてもらってフレンズ用はイベントを開いてそこで100人ぐらい来てもらって感想をもらうっていうのを繰り返しましたであとは差別的な用語が入ってないかとか LGBTQ フレンドリーかをチェックしてもらうために大阪大学の、えー、っと岡田状況に監修してもらいました。 で本当にわからなかったのでとりあえずカードを印刷会社から調べて Google で調べて手探りで工場を探してあとは EC サイトも手探りで作って無事去年の月あ7月に販売を開始しましたで何が特別なのかどこにこだわったのかということですがカップル用はいろんなステージのカップルとか夫婦が2人を振り返るお互いと向き合える仕組みになっています。 で自分の考えを伝えたりとか、まあ、それ私が結構できなかったことなんですけどあとは男性で多いのが結構弱みを見せたりすることがそういうことができやすくなったりとか,照れ,か照れくさくて言いにくい感謝とか愛の言葉を伝えたりもすることができてあの男性だから強くないととか女性だから受け身でないととかそういう社会に勝手に思わされるそのジェンダーの呪いみたいなのもあの解けるような感じで、えー、対等な関係を築いていくことが が自分たちのためになるかもねっていうのがあの経験としてあるようにそういう仕組み作りをしてますで真面目な対話カードだったら市場で回らないと思ってもうジャケ買いできるぐらいできるだけポップでおしゃれなデザインにこだわりました。で それでありがたいことに口コミで広がって1年間で2000個を達成してであえっと第1弾と第2弾合計で2000個で第3弾は最近6000個納品したのでちょっと頑張って打っていかないとなと思ってます。 であーあんとかいろんなメディアにも取り上げられたりとか最近は L の YouTube で40分間セキュララカードをするという素晴らしい動画を作っていただいて26万回ででこれはすごい反響でしたであの内容はディープなんですけどおしゃれで可愛い,いので SNS とかでもあのシェアしやすくてこんな感じでみんなあの上げてもらってます。 で実際やった人からのアンケートなんですけどカップル用でこれいつ使えましたかっていうのでデート中でっていう人が結構多かったりとかあとこっち右側が全部えっと感想でまあ性についてもオープンに話せました。ここを結構あの 感想が多いことですね普段は話せないのでとかあとはあそんな感じでいつもあ結構ポジティブな感想が多いですいつも話せないことをあえて話せましたとかですねで、えー、フレンズ用の方はいつ使ったかだと,、えー、と友達との集まりでとかイベントでとかが多くてあとはそうですねかい,い思い中とのデートでは結構実は多くってあの付き合う前に フレンズカードを使ってそして価値観をすり合わせて付き合ったらカップル用を使うっていうのがこの辺あの私たちの周りで流行ってるやり方なのであのもしこの話を聞いておうと思ったらまずはフレンズ用をゲットしてください。<laughs> でこれが、えっと、フレンズ用の方の、えっと、感想です。はい、で今後は えっと今後のについてなんですけれどもそのコミュニケーションが必要と分かりながらも方法が分からないとかそれ実践落とし込めないというのは恋愛とか、えっと、あとフレンズ以外でも家族とか職場とか本当にいろんなところだと思いますで。だから他のシリーズも展開する予定で 今制作しているのが親子カードを2つやってて一つはこの給水ショーツのベアーさんっていうブランドと共同開発でお母さん、お父さんが小学生ぐらいの子どもたちに学校どうとかちょ,とちょっと聞きにくいところまで聞けるようなあのカジュアルなやつを一つとあとは私たちの世代がおじいちゃん、おばあちゃんにあの名前の由来なんなんとか。 初恋どうやったとかそういう人生のインタビューカードみたいなのも同時に作ってますあとはヨーロッパのセックストイショップの、えっと、ブランドの、えっと、レロっていうところとあと共同開発でコラボ商品も作ってるところですで今後はその職場とか出会いとかを作ってってその対話が必要とされてるけれどもまだ実際に落,落とし込めてない競合があまりないアジアで展開していこうと思ってます で展示会も結構積極的にいて来,来月はと大阪で10月はフェミテック東京というところで出展する予定です。 で今後の活動も伝えたいこと広げたいことは同じで大切な関係をその長期的に作るにはやっぱりちょっと少し勇気は必要なんですけど向き合って対話することが大切で結局それは自分自身の幸せにつながるっていうことそしてあらゆるコミュニケーションから発生してしまう問題をマシにしていきたいと思ってますでインスタグラムでいろんな情報を流しているので応援していただけたら嬉しいですありがとうございました 僕ありがとめちゃくちゃめちゃくちゃ良かったです。<laughs> あの僕今年の、えー、と4月に結婚しましてその前付き合ってる時に、はい、結婚に踏み切るかどうかをカップルカウンセル使いましてうん、ね、3ヶ月で全10回ぐらいちゃんと話し合って、ね、気持ち的にはもう「うわ結婚したいな」やけどこれほんまに大丈夫っていうのを相手も、えー、嫌な意味ではなくちょっとちゃんと未来について話し合おう っっててを言うてで結果良かかたんんですよねなんかそれを自分から話しちゃうと自分語りうわ語っとるになるけど、うん、ちゃんとファシリテーターがいて話すと良かったなな、ね、これを頼まんとカードでできるーそのカードで出たからっていう大義名分で話せるってめちゃめちゃええなと思って、はい、マジで買いたかったです、はい、っていうのが一つと。あの 例えばやけどなんかさっき名前かわからないけど3,000円とかで売っとって3枚だけ白紙で僕がほんまに相手に聞きたいことをちょっとこれ書いといてって言ってそれが送られてくるとかででもそれがシャッフルされて出てきたらそれはもう相手言わなあかんやんとかっていうようなあったらめっちゃ嬉しいなと思いました。 あ、やります。ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> 実はあの私えっと先月なんか自分がプロポーズしたんですけど、その時はあの自分のカスタムのセキュラテカードを使ってやったんですね。それが多分他でもできるかなと思って。あのやります。やらせてもらいますので、あの必要な時またやってください。<laughs> ますはい、<laughs> ありがとうございます。<laughs>